はいどうも一般人でーすというですね、間もなくね栗拾いとか草刈りとかねやらなきゃならないんですが、そんな時ね結構ねこの時期ね蚊とかね蜂とかがね結構いるんですよね。結構襲われるんで、ちょっとねネットを見ていったらねこういうものがあるってことでちょっとね、買ってきてみました。オニヤンマくんというわけで、これ何かっていうと、なんとね虫よけらしいんだよ。虫よけ、蚊とかね、あとハチとか、あとアブとか、結構ねオニヤンマが天敵らしいんだよね。というわけで、なんと正規品とか書いてあるけど、これね使ってみて本当に効果があるんでしょうか。疑わしいね。これやってて顔面に刺されねえんだったらね世話ねえよって思うんだけど、しかもね電池とか必要ないんだね。匂いが出てるわけでもないんだよ。多分見えてる間は有効かもしれない。夜になって見えなくなったらね有効じゃないかもわかんないけど、ちょっとねこれ試しに検証してみたいと思います。果たして大丈夫なんでしょうか。まあダメっぽいような気がするけど、それでは試してみます。はいどうも一般人です、早速ねこのねこのオニヤンマのトンボのあれはね本当に通用するのかどうか、ちょっとねこれからあそこにね俺がこの前刺されたアシナガバチの俺がついてるハチの子のドアを開けてアシナガバチの本当にこれが通用するのかやってみたいと思います。大丈夫なんでしょうか。一応ね手袋とかしていきます。じゃあねちょっとね開けてみましょう。あ、開けるっていうかもうすでに蜂があそこにいる。これ開けなくてもわかるね。どうだろう、試しにここにねオニヤンマを置いてみて本当に効果あるのかとちょっとねやってみたい。やばい追っかけられてきた。ちょっとね置いてみましょう。ちょっとねはいオニヤンマ置きました。果たして本当に蜂はオニヤンマを見せてるけど見えたかな。意識したか。あ、なんか動きが止まったね。ハチの動きが止まりました。あれハチじゃねオニヤンマじゃねえ的な、これ敵のオニヤンマじゃねえ的な感じで警戒してます。微動だにしない、ね、もしかして効果ありかもしれない。ちょっとこっちも、あ、やっぱ意識してますね。ちょっと、わ、向こう飛んでるし、あっちはね、ちょっとあれが飛んでる。あ、来た。ダメだね。意識してるけど、まだダメだね。とりあえずここにね、置いておきましょう。しばらくね、あっちが去っていくかどうか、ちょっとね、置いておきたいと思います。ちょっとね、しばらく、あそこでね、オニヤンマと、あと蜂のね、にらめっこが続いております。知らせんのかな。中に隠れてった。一匹は隠れたね。もう一匹はやっぱり見張りでいるかもしれない。オニヤンマが怖いのかもがね。ただねすぐ避けてくってことはないね。ちょっとそのままにらみ合いは続きます。果たしてどっちが勝つんでしょうか。はい、じゃあねあれからね1時間が経ちました。さっきのさっきのオニヤンマくんが8VS8 だね。86じゃなくて8どうなったか見ていきましょう。オニヤンマくんは健在だね。あ、でも8が86から消えた。あ、いや、いるな。オニヤンマのところには8はいないけど、やっぱりねここの8は逃げてないね。結構ねやっぱり集中してまだいるみたいです。ここに8がねおります。ここにねオニヤンマくんがいるんだけど、
ぱりね、これはあまり効果がないようです。全然逃げていかない。もう来てるし、来てるし、来てる来てる。全然鬼山くんが、わかんない、スズメバチとかはわかんないけど、アシナガバチにはね、そんなに効果絶大ではないということらしいです。じゃあ皆さんもね、過信せずに頑張っていきましょう。バイバイ。